あれ、シャミアさん、どこか出かけるんですか？ああ、使用で少しな。次の任務までには戻る。次の任務って、じゃあ今日は外泊ですか？さあな、一日で済むかはわからない。誰かにシャミアさんの所在を聞かれたら、なんて答えればいいですか？知らないと答えてくれ。では私は行く。シャミア、待って。なんだ？あなた、誰かと飲みにでも行くの？残念ながら的外れだ。草レーンを立ちに行くだけさ。穏やかじゃありませんね。よかったら事情を聞いてもいいですか？よくないが。それならついてってもいいですか？大した話じゃない。昔雇われたことのある貴族からまた雇いたいと誘いがあった。ずっと無視していたんだが、奴は偉く私に執心していてな。そいつがついにお抱えの傭兵部隊を迎えによこすと言ってきた。それってつまり？まあ、拉致だな。断れば殺しも辞さないというわけだ。それで返り討ちにする羽目になった。豪気なものね。相手はなんて傭兵団なの？ポドラ騎士団だ。そこってこの戦争で急に名を上げてきた大規模傭兵団じゃないですか。その貴族に雇われているのはフォドラ騎士団の一部隊に過ぎない。二度と会いたくない連中だが、殺す分には構わんさ。かつての仲間と戦うってことですか？いや、一度仕事で顔を合わせただけだ。もう行っていいか？いえ、よくないですよ。私たちも一緒に行きます。そう言うと思ったよ。なぜ私の因縁に君らを巻き込む必要がある？それに連中は悪どい手を平気で使うぞ。君らはこの軍に欠かせない。万一があっては困るからな。それならシャミアさんだってこの軍に必要な存在じゃないですか。シャミアさんに万一があったら私が困るんです。ねえ、あんたもそうだよな。当たり前でしょ。何が何でもついていくわよ。結局こうなるか。好きにしてくれ。好きにします。じゃあ出発しましょう。お、出番だな。敵は中央に陣を構え、石膏を出してシャミアさんを探してるみたいですね。やっと。私を選べるいい機会とでも思っているんだろう。遠慮無用だ。石膏を潰したら中央の陣を叩き殲滅する。やった。しまった。石膏は固まらず散らばっている。本体に気づかれないで撃破しろ。一応確認ですけど、あいつらの中に親しくしていた人とかはいないんですか？安心してくれ。今いない。後ろに下がれ。さっき今はいないって言ってましたけど、それって昔はいたってことですよね？君は質問が多いな。仕事中に無駄話をしていると命を落とす。やめんな。
コドラ騎士団とは一戦交えたことがある。思えば評判の割にひどい人たちだったな。もしかしたら同じ相手なのかも。目的のためなら手段を選ばず味方も平気で切り捨てる奴らだったか。傭兵は全てが自己責任とはいえ、味方に切り捨てられるのは厳しいわね。そうだね。やった、敵の本体に削られずに石膏を残らず潰せたぞ。なら中央に奇襲を仕掛けるか。空いている門が一つある、そこに向かうぞ。下がれ。集中しろ、レオニー。命を落とすぞ。
駒なんだ、こいつら。私が一人いたんだ。君のようにうるさいやつでな。おとりにされ使い捨てられて死んだよ。中途半端に仕込んで腕を上げたせいだ。そうだったんですか。でもなんで急に教えてくれたんです。君が聞きたそうにしていたからだ。これで戦いに集中できるか。よし、これで片付きましたね。いや、数が少なすぎるし、部隊長らしき奴も見てない。まだ油断はするな。くそ、前に出た連中は全滅か。だがこれで報酬の分け前が増えるってもんだぜ。やはりいたな。撤退の判断もできない愚かな頭が。お前なんでここにいるのか知らねえが、仲間を殺された恨みここで晴らしてやる。君の知り合いか。そうみたいね。相手をするしかなさそう。やっぱり訓練よりも実践だよな。ついてきてよかったよ。まあそうね、傭兵として成長したいなら場数を踏むのが一番だろうね。恨まれてるみたいだな。理由は知らないけどね。私も。彼の相棒か弟子か仲間かを殺したってことでしょ。全滅させるまでもないと思って見逃せば、後でこうして命を狙われちゃうのよね。長生きしたいなら戦場で敵に情けをかけないことだ。ずっと私を恨んでたのかしら。よほどの思いだったとしたら、後ろに下がれ。やってやるぞ。すぎる。私一人だと思ってあの時から。シャミヤさんだけでも勝てそうな相手ではありましたけどね。周囲に殺気が残っている。まだいるぞ。こんな女殺して連れてけばいいんだよ。やっちまえ。まだこんなに隠れてたのかよ。シャミヤさん一人に何人で来てんだ。なんだよてめえは。邪魔するなら容赦しねえよ。甘く見ながら、うん、勝ったな。よし次だ。傭兵の力足休んで見せてやるのよ。よっ
消す訓練はしていないようだな。それでは奇襲になる。これが傭兵よ。邪魔よ。その人間なんで交代か。勝負をかける。どうだ。そろそろ部隊長が痺れを切らすか。相変わらず容赦ねえな、シャミア。いい加減に諦めてくれねえか。あんた、まだ生きていたか。悪党ほど長生きするとは言ったものだ。あいつに慰み者にされるてめえを見るまでは死んでたまるかってんだ。やった、勝ちましたね。敵の気配はなくなった。帰るか。付き合わせて悪かったな。君らがいて助かった。 いえ、あの程度の敵なら多分シャミアさん一人でも勝てましたよね。いや、敵の部隊長は数で圧倒して私を疲弊させたかったようだ。あの数を一人で相手取っていたら負けていた可能性は否定できん。疲れさせるためだけに使われた傭兵たちはたまったもんじゃないですね。成功すれば名が売れる。死んだ味方は声を上げられない。仕事の過程で頭数が減れば一人当たりの報酬は多くなるという考え方もあるしな。そういや、あんたのことを知ってるやつもいたみたいだな。ええ、私も戦ったことのある人たちだったわ。ずっと昔のことだし、恨まれるような記憶はないんだけどね。この家業をやっていればよくある話だ。仕事をするたび因縁が積まれていく。自分で気づかぬところでも。だが傭兵を長く続けている君のこと、余計な情など捨て去っているだろう。どうかしら、自分でもよくわからないわ。非常に徹して割り切っているつもりでも、時たま心が揺れ動いちゃう時があるの。なるほど、私も腹をくくらないと。そう割り切れるか自信ないけど。あ、でもシャミアさんを雇ってた貴族との因縁はこれで立てたんですよね。さあ、これで諦めてくれるといいが、なかなか執念深い女でね。女性なんですか。なんでそこまでシャミアさんに。腕を買ってるってだけじゃないってことですよね。ああ、欲しいものは別にあるんだろう。まったく迷惑な話だ。君らも気をつけた方がいい。人に自分の思考を押し付けないように。思考を押し付ける？話が見えないんですが。私は先に休むよ。今回の礼はまたいずれな。シャミアさんは何の話をしてたんだ？あんたはわかるか？説明しづらいけど、あなたにもいつかわかるんじゃない？気になるな。今度またシャミアさんに聞いてみようかな。